マルガアンナ・ヨハンナ・ヘフゲンは、ドイツのアルト歌手、ミュールハイム・アンデア・ルールの生まれ、フォルクバング音楽大学で、アンナ・エルラー・シュナウトに声楽を学び、ベルリン芸術大学で、ギュンター・バイセンボルンの訓導を受ける。1952年のベルリンにおいて、ビルヘルムフルト・ベングラーの指揮で、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの、マタイ・ジュナン曲に参加して、デビューを飾った。 1953年には、同じ曲を、ウィーンで、ヘルベルト・フォン・カラヤンの指揮で歌って、オラトリオ歌唱の第一人者としての地方を固めた。1960年から1975年まで、断続的に、バイロイト音楽祭に出演し、コベントガーデン王立劇場や、テアトロコロンにも客演した。オペラ歌手としては、リハルト・ワーグナーの、ニーベルングの指輪のエルガ役を得意としたが、 クラウディオ・モンテベルディのポッペアの大感や、ピョートル・チャイコフスキー、エフゲニー・オネーギンのフィリピーエーブな役なども歌った。1976年には、バーデン・ビュルテンベルク州から、宮廷歌手の称号を贈られ、1988年には、ドイツ連邦共和国功労勲章を授与された。バーデン・ビュルテンベルク州ミュルハイムにて没。bach-can-tas.com ありがとうございます。